はい、どうも、コミです。さあ、今日はつむぎ組からですね、ポプソンファミリーつむぎ組の姉妹クランなんですけども、今日やっていくのはディガホグです。いや、またかと思った方いるかもしれないですけども、こんなに強かったかディガホグっていうね、今日は動画になります。ミュウさんって、あの、皆さんご存知だと思いますが、あの YouTube のね、配信も知っている女性の方なんですけども、すごいね、声が、あの、可愛い方なので、ぜひ動画見てもらえたらと思うんですけど、あの、ファンになると思いますでも、そうじゃなくて、今日話したいのはディガホグなんですよミュウさんがね、今回のこのクラン対戦リーグでディガホグで大活躍します。あのね、ミュウさんも元々結構クラクラガチ勢なんで上手いんですけど、あの、一時割と戦術迷子になっていて苦戦してたんですよね。で、いつの間にこんなディガホグ上手くなったのって見たら、まあ、もちろんミュウさんのアタックそのものも上手いんですよ。見てもらうと分かるんですけども、と同時にこの編成の強さ、ここに僕結構惹かれました。あと時間2分16秒ぐらい、結構早いんですね。で、この速さっていうのがどういうとこから来てんのかっていうのも合わせて見てもらいたいと思います。ちょっとね、この速さにね、実はこの強さの秘訣が僕はあると思ってるんですよ。まずはクイヒーでタンホールを狙っていきます。ミューサのディガホグは基本全部タンホールを狙っていくんですね。で、援軍ちょっと釣れた部分っていうのもレイジを使いながらタイタンですね、はい、しっかりと殴り倒していきますよと。で、このままタウンに迫っていくわけなんですけども、クロスボウあり、シングルインフェルノあり、まあ、このタウン取った後、モノリスシングル大丈夫かよという気がしますよね。だけど、ここでもうディガホグ出てくるんですよ。早くないこれ。早くない、こんな早いの、大丈夫大丈夫って思うじゃないですか。でも、これしっかりと、ヒールとね、あとレイジをクイーンにも使っていて、で、これタウン取っていくわけですよね。で、タウン取ったら、そこのタイミングでトーム使うことによって、なんと、怖い怖いシングルインフェルノをディガーとロイちゃんが殴り倒すんですね。で、真ん中に入っていってホグと、あと、ディガーたちがまだまだ暴れていきますよっていう感じです。で、使っている兵器は、今回、投下兵舎を使ってますね。ここの投下兵舎が一番初、ここに あるんですけど、これね、下にありますけども、ここからスーパーホグライダーが出てきて、さらに、ホグが追加されていきながら、最終盤のところをスパホグで突破していくんですね。なんで、ロイちゃんが常にその目の前にホグがいるから、ダメージ受けずに、ほぼ、あの、緑ゲージ、まあ、シールド使ってるんで、ちょっとだいぶダメージはそこそこ食らってはいるんですけど、緑ゲージで最後に伸びるんですよね。で、クイーンもしっかり生きてるじゃないですか。ポイズン、多分これ使い忘れてると思うんだけど、でも使うタイミング多分なかったんだよな。小出しに援軍出てきちゃったから。っていう感じなんですよ。強くないこれ。これ強くない？めちゃくちゃ早いんですよ、ディガホグ出すタイミングが。で、あの、僕が今まで見てきたディガホグっていうのは、割かし、クイーンで1分から1分半ぐらいぎっちり削りを入れて、ルートを作る。だからクイーンで、要は今のパターンだと、あの、クイーンでね、この辺まで壊してから、この辺までクイーンで壊してからディガホグ出すイメージだったんですよ。でも全然早いんですよ。で、この出すタイミングの速さっていうのが、実は結構戦果につながってるわけなんですよね。もうそれが如実にね、あの、やっぱ見れるわけですよ。まあ、ちょっともう2本あるんで、それも見ていってほしいなと思うんですけども、これですよね。もう1本ミュウさんのアタック。いやー、強えんだわ。本当に。で、今回ヒーラー6体入れてます。多分ダメージ、クロスボウ2本あったりして、クイーンがちょっと落ちそうだなっていう場面においては、多分ヒーラー増やしてるんだろうなって感じですよね。で、あと、ディガーを、ね、17体のホグライダー10体という感じです。まあ、回復量を一生懸命底上げしないとって感じですかね。で、シューターが使える場面でおそらくシューター使った方が強いんだと思います。これは。ただ、まあ、シューターが使えない場面だったら投下兵舎だったり、まあ、ドリル混ぜちゃうっていうパターンも場合によってはありますかね。ただ、まあまあ、やっぱりシューターってとにかく強いんで、使えるなら使った方がいいかなってとこですね。ここをしっかりカットしてもらうことによって、アーチャークイーン真ん中の方にこう、しっかりね、入っていくことができるというところですね。レイジ使って、フリーズ使って、タンホールを撃破。後ろにあるポイズンタワー、ポイズン投げてきますけども、ポイズンタワーのポイズンは実際クイーンそんな怖くないんで、
まあまあ、あんまり気にせずに、ガンガン進んでいってますね。で、なんと普通のウォールブレーカーを使って壁を開けようと、試みていきまして、これが開くと。開くんだ。これ、ほんとミウさん上手くなったな。もう僕よりも絶対ディガホグ上手いわ、これ。すげえ。で、ある程度クイーンが歩を進めていって、行ったらもうディガホグを展開していくって感じなんですね。ちょっと今回は少し遅いかな。さっき言ったことをね、もう一回見てもらうにしても少し動画として良くなかったかもしれないですけども、はい。この次もう一本見てもらうやつはめちゃ早いんですよ、やっぱり。で、このタイミングでディガホグ出していきますね。で、シューターが効いてるんで、まあ、そういった意味ではシューターの削りかな。多分、その食い火というよりはシューターの削りを意識して、まあ、少しディガホグ待たした感じがありますね。このマルチをシューターが削ってくれると相当ディガホグのね、まあ、その火ダメージもあとそれ具合も変わってくるので、アドバンテージ大きかったと思うんですよね、はい。で、アーチャークイーンはこちら側9時方向に、ね、ゴリゴリ進んでいって、残った真ん中をディガホグが進んでいくんですけども、このねディガホグのタフさ加減ですよ、やっぱり何度も言うけどタフなんですよね。で、真ん中、モノリフと、マルチが残ってしまいましたけども、ここに関しても最後、ちゃんと回収しきります。これ、中身、バルキリーだけど、スーパーホグで良かったんじゃないかな。なんでバルキリーなのか、ちょっと僕もわからない。これ、多分、違う形をイメージしたのかもしれないですね。はい。ただ、まあ、このバルキリーたちが壁を殴り壊して中に入り込んでいってくれて、真ん中潰していくと。まあ、結局、スーパーホグと同じ仕事をしましたね。この感じで見るとね。はい。結局真ん中は援軍で潰していって、で最終盤しっかりアーチャークイーンが生き残ってるんですね。いやー、これ強えわ。ディガホグのやっぱ粘り強さですよね。ロイヤルチャンピオンがやっぱ最後まで生き残ってるっていうのは、ディガホグがロイヤルの盾になってたことをまあ証明しているはずなんで、それがやっぱりね、粘り強くないとできない仕事だったと思うんですけど。で、最後1本、これ失敗したリップをあえてちょっと乗っけさせてもらいます。成功リップも当然あるんですけども、失敗リップっていうのもあって、で、失敗するパターンがどんなのかなっていうのをちょっと見てほしいなと思ったんですよ。同じ質のアタックなんでね、成功も失敗も見てもらった方が分かりやすいかなと思って、ミュウさんにごめんなさい、ちょっと失敗も1本取らせてもらいました。で、ここで入れてるのがなんとヤクこれヤクなの。クイーンになんかユニコーンじゃないんだね。ユニコーンはロイヤルジャンピオンをつけてますね。ディギー多分これ工事中だな。多分工事中なんじゃないかな。わかんないけど、多分違うかな。まあ、とにかくですよ、ヤクが盾になってくれて、アーチャークイーンが、ダメージを、食らわずにタウンホールのところにたどり着いてましたね。これむしろヤクはその狙いだったのかな。クイーン守るっていう意味でね。はい、で、タウン壊し終えたら、もう即、ディガホグ展開していきます。で、これこっちから展開しなかったのはなんでなんだろう。この広い面から入ったのはちょっと僕も理由がわかんない。なんか狭い面から入るのがね、セオリーではあるんですけど。はい。で、このままディガホグが入っていくわけですね。で、ここでクイーンが実は落ちるんですよ。で、クイーンが落ちるんですけど、早めに、ディガホグを展開することによって何が起こるかっていうと、この落っこったヒーラーがちゃんとね、こういう風にディガーとかについていくんですよね。で、これって、よく昔見たディガホグのパターンなんですけど、クイーンがやられても、ディガヒーみたいな感じでね、ディガーが延々と仕事するみたいな。パターンなわけですよ。なんですが、これってタウンホール14ぐらいでちょっと見られなくなったんですよね、はい。13ではよく見られた現象なんですけども、で、15になってからこのアップデートが入るまでは特に見られなかったです。で、なんでなのかなと思うと、やっぱりディガホグの粘り強さっていうのが今ほどなかったんで、ある程度食い火に仕事させてからディガホグを出さないと前回まで持っていけなかったんですね。で、そういう場合っていうのは、まあ、往々にして、食い火にたくさん仕事させようとするがあまり、ディガホグ出すのが遅くなっちゃうんですよ。遅くなっちゃって、食い火やってる間に食い火がやられちゃう。ディガホグがいない状態で食い火やられちゃうから、ヒーラーが映る相手を失っちゃって、空中でみんな撃ち落とされるみたいなパターンによく陥るケースが多かったんですけど、それを今のミウさんぐらいのペース、まあ、タイミングでディガホグ展開することによって、だいぶヒーラーが、クイーンがだってここで落ちたんですよ。クイーンがこっち側で落ちたのに、こうついていくんですよ。
っていうぐらい の, あのタイミングというか、まあ、そのなんていうかな、スイッチができる余裕がある形が作れるので、これね、あの本当にディガホグありだなって僕思いました。あのあんまり使ってこなかったんですけど、うん、まだドラゴンばっかり最近やってたんですけどね、ディガホグありだな。で、要はタウンホールをクイーンが殴るっていう風にもう見えた瞬間、そのぐらいからディガホグの展開のタイミングを測ってんだと思うんですね。で、この速さっていうのがとにかくやっぱり強さの秘訣だと思うので、はい、クイーンがタウンホール壊して、その奥にあるモノリスとかをレイジ使って、フリーズ使って、インビジブル使って壊すことができたぐらいでディガホグじゃないんですよね。タウンホール壊した、よしもうディガホグいっちゃえみたいな、このタイミングがすごく重要っていうところがね、はい、今日何度も言ってますけども、ミュウさんのディガホグのポイントだと僕は思います。もしミュウさんこの動画見ていて、いや違いますよという場合にはコメントよろしくお願いします。多分そうだと思っています。はい、ということでね、ディガホグ僕大好きなんで、これちょっとまたやりたくなりますね、これね。はい、皆さんもぜひ一緒に練習しましょう。ということで今日の動画を終わりにしようというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございます。いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。